はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。6月になりましたので、Today が新しくなりました。早速紹介したいと思います。6月の Today、表紙はミニちゃんですね。ファッショナブルのミニになってます。今回は2週間分ということで、かなり期間はちょっと短めになってますね。6月の1日から14日までの、期間になってます。はい、それでは中身紹介いきましょう。はい、Today 中面紹介になります。こちらのイースター、ファッショナブルイースターの紹介があるんですけども、いよいよ6月の14日までやってますね。はい、こちらですね、まあ前回のトゥデイと同じ感じでイメージってことになってますね。こちらメインの写真は今年でなんですけども、こちらの写真はですね、おそらくこれ去年の竜王、あ、2年前の竜王っぽいですね。これはやっぱちょっとね、今年のやつにしてほしかったな。こちらフォトロケーション。こちらもですね、前回はイラストだったんですけども、さすがに今回はちゃんと写真になってますね。こちら皆さんぜひ回ってみてください。はい、あと前後しますけども、こちら、このショーのデザイナーがちゃんとこの紹介されてるのがいいですよね。グッズにもね、このデザイナーがちゃんとね、グッズ化されてるのもいいですよね。はい、で、あとは、アウト・オブ・シャドー・ランドとタートル・トーク、そしてニモ・フレンズ・シー・ライダーの紹介があります。ね、前回トゥデイ表紙はニモだったんだけどもね。こちら皆さん乗りましたかね？実は俺まだ乗ってないんだよね。早く乗りたい。はい、そしてあとはステラ・ルーの紹介があります。ステラ・ルーに会いに行こう。ステラ・ルーのグリーティング・ドライブ。はい、こちらの紹介があります。あとステラ・ルーのフォトスポットの紹介もあります。そうそう、このデコレーションがすごいんだよね。これ、アメフロの、ほら、あそこのほら、なんだっけ、スティーンボードミッキーズかな？はい、あの辺りにですね、すんごいステラルーのデコレーションいっぱいありますよね。皆さんチェックしてみてください。あとはリゾートインフォメーションの紹介があります。そしてこちら、講談社の広告が入ってますね。講談社はタートルトークのスポンサーなんだけど、今度はニモワのね、フレンズシーライダーは JCB なんですよね。なかなかこれ変わってますよね。ね、同じ系列なんだけども、なんかスポンサーがバラバラってちょっと面白いですね。はい、続けて中の、ショーの、スケジュール紹介いきます。はい、C のショースケジュール紹介になります。やっぱ寂しいね。ちょっとあっさりしてるな、やっぱ。昼のね、メインのショーがないのと、こちらの、ドッグサイドステージもないので、2個抜けてる感じだよね。ちょっと寂しいな。キングトリトン入れて、かろうじて水増ししてるって感じなんだけど、やっぱちょっとだいぶスカスカになってきたな。なんとかしてほしい。寂しい。そうだね。特に貸切営業とかもないし、特にプログラムを見た感じですね。大きく、おお、これはっていうのはないですね。はい。マップの方もですね、はい、特に変わりないと思います。はい、あとは、楽々パークナビインフォメーションっていうのがあって、変わりませんね。はい、それでは続けて中の、グッズとフードの紹介いきます。はい、シートゥデイのグッズ、フード紹介いきます。イースター、あと2週間で終わりっていうのと、一部グッズが売り切れてるっていうことで、ちょっとね、スカスカして余白がちょっと多いのが非常に気になりますね。やっぱね、俺こういうとこ俺元雑誌の編集なので、ちょっとこういうスカスカしたところはですね、めちゃめちゃ気になっちゃうんですよね。もうちょっとギュッとね、圧縮感出して、いっぱい売ってますってね、すごいもうてんこ盛りっていう雰囲気を出した方が絶対こういうのはいいんだけど、ちょっとスカスカして寂しいね。まあしゃあないしゃあない。はい、ちょっと前後しますけども、こちら、ニモのシーライダーのグッズ紹介。これが面白いんだよ。この水中メガネシュノーケルのサングラスがちょっと面白いですね。あと、ヌイバもですね、別の動画で紹介したんだけど、今回ね、貼り方が面白いので エイ先生とかはね、とか、スクワートとか、クラッシュとかね、カバンに貼り付く感じが本当面白いので、これぜひ別の動画で見てください。あと、まあ、1回目戻って、イースターね。イースターもそうですね。イースターの、まあ、グッズがあって、お土産があって、フード。
はい、サンデーがあります。あとオレンジ電子。こちらランドとシー共通ですよね。はい、こちらサンドイッチ。サンドイッチはちょっと俺、パスなんで、ちょっと今回はこれ食べませんでしたけど。はい、俺の一押し、こちらザンビエギのカルボナーラ。これ本当美味しかったんでおすすめです。まだの方はぜひぜひ。あとアルコールね。アルコールは俺ちょっと飲めないので、まあでもこれアルコール飲める人と一緒に行ってですね、ちょっと何度かレビューしたいと思います。はい、あと前後して一旦こっち行きます。これ T シャツですね。ランドのトゥデイでもね、シャツ紹介しましたけど、こちらはこちらでやっぱこういうシャツがあるんだね。これはランドとシー共通デザインですね。このランドシー共通デザイン。こんなのあるんだね。これ面白いね。あとこのキラキラを可愛く着こなそうっていう、なんかこれ、キラキラするような、このアリエルをイメージしたシャツがあるんですね。イメージ。やっぱモデルが着るといいですね。可愛いです。はい。あとは、こちらのひんやり冷たい夏のお楽しみ、夏のお菓子ってことで。これはさっきのラウンドと同じですね。少し違うのかな？冷やして食べてねって。なるほどね。はい、こちら夏のお菓子になります。そして、ステラルーグッズになります。はい、ステラルーの漫画のストーリーがあって、ステラルーグッズ。こちらは特に新しく追加はないですね。春、3月、4月に、デビューの時からグッズは変わってません。はい。あとは、ケープコットとニューヨークデリのサンドと。やっぱサンド系はね、どうも俺は相性悪いというか、ちょっとあんまり美味しい食レポできないんで、申し訳ないって感じでいっぱいです。はい。あとは、ムース付きのスーベニアと。はい。そして、こちらイベント関係ない、このフード紹介になりますね。このドナルドのこの、ね、ミゲルスのこのフードと、ユカタンと、このカフェポルトフィーノと。これ見やすいね、ババババっと。はい、ユカタンは前行ったので、こちらミゲルス行ってみたいね。カフェポルトフィーノはこれメニュー変わってないよね。ずっと同じだよね。あと、3種のカレー、これも変わってない。ボルケーニアの冷やし担々麺、これは食べたい。確か、去年かな？すごい美味しかったんで食べてみたいですね。あと、チュロスのポテト味ってのも気になりますよね。はい、ベイクドポテトがあって、ディーズライトがあって。はい、そして芋関係。これ前回のトゥデイでちょっと俺スルーしちゃったんだけども、このオレンジのチュロスとパイナップルスムージー、このホライズンのテラス席で買えるので、特にこの芋をイメージしたこのしましまのチュロスはぜひ食べてみたいと思います。はい、以上 C のトゥデイ紹介でした。じゃあね、ではでは。はい、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このディズニー夢チャンネルは不定期更新ですけども、今後ですね、気力とネタが続く限り頑張って更新を続けていきたいと思います。まだチャンネル登録が済んでない方は、こちらの登録ボタンの方をぜひ押してください。そしてですね、俺の Twitter アカウントは、はい、こちらになります。こちらの Twitter の方ではディズニーのネタだけではなくって、アニメとかコスプレとか漫画とか仮装なんかの話題もつぶやいていますし、あとはツイッターにしかない画像なんかもアップロードしてますので、もし興味がありましたらこちらのツイッターアカウントの方もフォローしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。